はい、中年オタッキーです。なんとか目的地まで走り切りました。眠たくて仕方がないですけど、ただ今日動画を撮っとかないと、動画を撮る暇がないので、頑張って撮っていこうと思います。お題はね、前の動画でもお話しした、この夏のね、帰省ラッシュ、Uターンラッシュで、まあ、生き残っていく、方法というのでも申しましょうか。まあ、帰省ラッシュとか Uターンラッシュ以外の時にもね、使えるわけですけども、まあ、その辺のね、プロドライバーとしてどう考えるかというのをやっていこうと思います。それでは動画スタートしていきます。まずね、今日結構怖い話をします。だからね、お食事中の方とかはちょっと見ない方がいいと思いますし、怖い話が苦手っていう人は見ない方がいいかもしれないです。で、だからもう見たくない人、見ない方がいいと考える人はここでご退場ください。もう結構です。仕方ないですから。今日怖い話します。じゃあ怖い話をしてまいります。皆さんはね、車の運転をするの怖いですか？僕は怖いです。車の運転するの怖いです。まあ、仕事でやってるからね。しかも、まあ、車の運転好きは好きなんですけど、怖いです。なぜ怖いか。自分が死ぬかもしれないし、人を殺すかもしれないからですね。車っていうのはね、走る凶器なんですね。一つ間違えば命を落とすし、人を殺すこともあります。で、まあ、大型車の場合、特別ですけどね、人を殺す可能性、自分が死ぬ可能性は比較的低いんですけど、殺す可能性も簡単に殺しちゃいます。で、そのプロドライバーと一般ドライバーの人の大きな差はここにあります。知ってるか知らないかです。例えばですね、そうですね、皆さんはね、交通事故で死んでる人を見たことありますか？僕はね、しょっちゅうあります。この仕事やってたら移動距離半端じゃないんでね、事故もよく見ます。でね、目ん玉飛び出して死んでる人とか、ひっくり返った車から大量の血が流れてるとかね、あとはぺちゃんこになった車から腕だけ出てるとかね、もう赤紫色になった腕だけ出てるとか、もう他にもね、もうちょっと口にするのもおぞましいような光景をたくさん見ています。ああはなりたくないな。で、一般の方はね、そういう光景って見たことないと思うんですよ。だからむちゃくちゃな運転できるんです。むちゃくちゃな運転できるし、スマートフォンをねいじりながら運転とかできるわけです。前見てないですよね。前見てなかったらぶつかって当たり前なんですけどね。で、それができちゃうんですね。試しにね、スマートフォンを見ながら運転してるってことは前見てないでしょ。目つぶって運転してみてください、一回ね。何秒耐えれるか。怖くて無理ですよ。でもね、スマホをね、見ながら運転するっていうのはそういうことなんですよ。軽いんですよ。考えが軽いんですよね。これ以前も何かで話しましたけど、重い軽いの問題なんですね。考えが軽い。大丈夫だろう、俺は大丈夫だと思って、だからそんなことができる。だから考え方をね、根本的に変えなきゃダメです。事故をしたくない、事故をしたくない、事故をしちゃダメだって重く考えることですね。だからその死亡事故現場とかは一般の人はなかなか見れないんで、そこを変えるのはちょっと難しいでしょうから、そこはね、ちょっと僕から聞いた情報で、そういうことがあるの怖いなと思ってください。運転するのはすごく怖いことなんです。で、まあ今高速道路を走ってて、一般のねドライバーがいっぱい出てきてますけど、まあ上手か下手かというと、僕はね運転下手なんです、実はね。僕が自分でその分析する中でいうと、そのトラック乗りの中では僕は中の下ぐらいの運転技術だと思ってます。まあ、下の下でもないでしょうかな。運転は下手です。
で、運転がね、上手だから事故しないという考え方は捨てた方がいいです。これバイクのね、レーサーの話をちょっと例に挙げます。阿部則文っていう人がいました。過去形です。死んだんです。阿部則文さんはね、17歳で、国際 A 級に上がって、で、確か GP500 最高峰クラスで参戦1年目でチャンピオンを取るんですね。で、翌年に世界グランプリの第一戦の鈴鹿でものすごい走りをして、で、ヤマハに移籍して世界グランプリを走ります。世界グランプリで何度も優勝しています。ものすごい天才肌のライダーなんです。天才です。もうはっきり言って、マシンコントロールめちゃくちゃにうまかったですし、まあ、気さくでね、いい青年だったですよ。僕もね、二言三言と話したことあります。で、死んだんですね。なんで死んだか。これは街中でね、コンビニの配送トラックにぶつかって死んだんです。天才ライダーがね。運転技術は間違いなく世界トップクラス。でもね、街中で事故して死ぬんです。運転が上手ければ事故しない、俺は運転が上手いから事故しねえとか言ってるバカがいます。バカです。運転が上手いから事故しないっていうのは絶対にないです。だから軽く考えないことですね。やっぱね、その人の生命に関わります。運転が上手いからね、そのね、俺は事故しないとか言ってる人見ますけど、もうちょっとね、考えを変えた方がいいです。今日ね、僕この動画を見てムカつくっていう人はいると思います。ムカついてください。もうね、事故を起こしてほしくないです。もちろんね、死んでほしくないし、殺してほしくないし、で、渋滞も起こしてほしくない、いろんな意味でね、交通事故はなくさなきゃダメです。で、まあそのね、ちょっと、まあ眠たいのもあってちょっとうまくまとめれないですけど、絶対に事故をしない、僕はね、事故をしないために何をしてるかっていうと、まあ仕事でやってますからね、その仕事を始まる一番最初にね、絶対事故をしないぞって心に誓うんです。一番最初に、ね、で、絶対に事故をしない、事故をしたくないって思ったら、むちゃくちゃな運転とかスマホを見ながら運転とかできないはずです。だからそれやったら事故しますからね。で、150キロ160キロとかでむちゃくちゃなスピードで走ってる人がよく見かけますけど、もう自殺行為ですよね。彼らはね、その150キロ160キロで走って、そのコントロール不能になった経験がないんでしょうね。僕はバイクのレースを昔やってましたから、150キロ160キロでね、コントロール不能になったってことは結構あります。めちゃくちゃ怖いですよ。あ、死ぬって思います。もうその時の怖さといったらたまらんです。背筋凍りますよ。でもね、その高速道路とかでビュンビュン飛ばしてるやつは多分そういう経験がないんでしょうね。怖くない、だから知らないから怖くないですね。上手だから怖くないんじゃなくて、何も知らないんですよね。だから上手い下手まで行ってない、ね、そこをね、ちょっと意識改革をしてね、ね、事故をしないように無謀運転とかねをやめていただければなと思います。で、今日言ったことはね、トラックの運転手でもやってるやついるんですよね、残念ながらね。で、実際にね、事故を起こしている人がいます。でかい事故をね、もうトラックがなんかフラフラ走ってるなと思ったら一生懸命スマホいじってやついるんですよ。もうね、勘弁してくれって感じのプロなんだからってね思いますね。まあ、今日の動画ね、プロもね、素人の方も、ぜひね、参考にしていただけたら思います。もうね、本当にね、ついこの間もあったんですけどね、新型のね、ベルファイアのレンタカーってね、ワンナンバーですからね、知らない人、もうレンタカーって書いてなくてもレンタカーですぐ分かるんですよ。で、レンタカーがね、上りで走ってたら、関ヶ原インターの近所でものすごい勢いでビューンって抜いていったんですよ。で、その先ずっと行ってたら、一宮ジャンクションで事故渋滞って上がってて、で、行ったらそいつがぐちゃぐちゃになってるんですよ、そのベルファイアがね。で、なんか若い女の子が痛い痛いって言ってるんですよ。俺、窓開けて言いましたよ。
死人出なくてよかったなって、ほんとね、運が良かったんじゃないかってまだ思います。むちゃくちゃな運転してましたから、多分150キロ以上出てたと思います、僕を抜いていた時。もうそういう人はね、ほんとね、意識を変えてほしいです。車でね、簡単に人死にますし、めちゃくちゃな死に方します。去年か一昨年かね、イルマでなんか女子高生ナンパした高級車で事故して、で女子高生が車外に放出されて頭蓋骨破裂で死んだとかいうニュースも聞きました。もう相当壮絶な死に方しますんでね、事故をしない方法ね、方法っていうのはもうはっきり言ってないですし、事故するときはしますけど、まあ、死なない方法をね、その考えていく、意識を変えていく、むちゃくちゃな運転をしないということ、ね、むちゃくちゃな運転をしないでくださいと、まあ、お願いしてね、今日の動画ちょっと短いですけど終わります。あんまり参考にならなかったかもしれないんですけど、まあ、やっぱ考え方ですね。事故をしたくないって思えば事故をするような運転はしなくなると思います。まあ、どうしようもない時はあります。もらい事故とかもありますしね、安倍のりふみさんの例もありますけど、できるだけね、その事故で亡くなる方、怪我をされる方をね、減らしたいと考えております。ぜひ参考にしていただいて、でもしこの動画がね、いいなと思ったらどんどんシェアしてください。一人でも不幸な人をなくしたいです。今日はそんな感じです。まあ、カメラチャンネルをねやっております。普段はねカメラの動画といろいろやっておりますんで、またチャンネル登録としていただければと思いますし、いいなと思ったらグッドボタン押していただければと思います。できればバッドボタンを押さないでほしいですけどまあ今日はそんな感じです。このお盆のね、無事にね乗り切って明るい未来を作っていきましょう。それでは、この辺でさよなら。